おはようございます。マサルです。今回はソーシャルエンジニアリングについて一緒に勉強していきます。ソーシャルは社会、エンジニアリングは工学という意味を持っています。つまりソーシャルエンジニアリングを直訳すると社会工学になります。ソーシャルエンジニアリングは攻撃の手法の一つなんですが、社会工学を使った攻撃、いまいちピンときませんよね。先に結論だけお伝えすると、ソーシャルエンジニアリングのソーシャルというのは社会ではなく我々の日常生活のことだと思ってください。 IT の攻撃といえばパソコンを使って情報を盗むというイメージがありますが、ソーシャルエンジニアリングは我々の日常生活の中で情報を盗む攻撃です。今日はできるだけ分かりやすく皆さんにソーシャルエンジニアリングのお話をしていきたいと思います。それでは始めていきましょう。今回の問題はこちらです。 IT パスポート令和4年問い91。ソーシャルエンジニアリングに該当する行為の例はどれか。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。ゆっくり考えてみたい方はここで動画を止めて考えてみてくださいね。それでは正解の発表です。正解はい、肩越しに盗み見して入手したパスワードを利用し他人になりすましてシステムを不正利用する、こちらが正解です。それでは解説をしていきます。ソーシャルエンジニアリングとは人間を狙って情報を盗む攻撃です。ここに凄腕の攻撃者がいるとします。凄腕の攻撃者はその技術力を使ってコンピューターを狙って情報を盗んでいます。そして今回もコンピューターをターゲットにして情報を盗もうとしているようです。しかし最近のコンピューターも進化していてなかなか情報を盗むことができません。そこで攻撃者はターゲットを変えることにしました。コンピューターではなく人間をターゲットにすることにしたのです。コンピューターはしっかりセキュリティの設定をしておけばそう簡単に情報が盗まれることはありません。しかし人間はどうでしょうか。人間は機械のように同じ行動を間違えなく続けることができません。その人間の特性を狙った攻撃がソーシャルエンジニアリングです。少しまとめると、コンピューターを狙うよりも人間を狙った方が簡単に情報を盗むことができるので、人間をターゲットにして情報を盗む、そういう攻撃がソーシャルエンジニアリングです。それではここでソーシャルエンジニアリングの一例をお話ししていきたいと思います。まずはショルダーハッキングです。ショルダーハッキングは肩越しにパスワードなどを盗み見る攻撃です。最近はカフェなど外出先で仕事をする方も増えてますよね。ショルダーハッキングには十分注意してください。次はスキャベンジング。スキャベンジングはゴミ箱から情報を盗む攻撃です。紙の資料をそのまま捨ててしまうとスキャベンジングの被害に遭ってしまうかもしれません。シュレッダーで処理をしたり、専門業者に処理をしてもらう必要があります。次は電話。電話は電話を使って機密情報を聞き出す攻撃です。社内の関係者を装ってパスワードを聞き出そうとしたり、警察を装って口座番号やパスワードを聞き出そうとしたりします。バリエーションは様々です。なので電話の対策、とっても難しいです。警察や大手の得意先の名前を出されると、動揺して冷静な判断ができなくなってしまうことがあります。電話では機密情報を伝えないなどといったルール作りをしておくことが対策になります。次は盗み聞きです。エレベーター内の会話、喫茶店での打ち合わせなど、攻撃者は盗み聞きをしてきます。どこで誰が聞いているか分かりません。重要な話は会議室の中で行うなどルールを決めておくことが対策になります。ここまでソーシャルエンジニアリングの例についてお話ししました。どれも人間がターゲットになっていますよね。つまりこの動画を見ている皆さん自身がターゲットになっているということです。ここに書いているようなソーシャルエンジニアリングの被害に遭わないように十分注意してください。それでは次にソーシャルエンジニアリングについて興味深いエピソードがあったので紹介します。アメリカに伝説的なハッカーケビン・ミトニックさんという方がいます。この人は FBI の通信を盗聴したり、ミトニックを追っている捜査官の机の引き出しに奥さん誕生日おめでとうのメッセージとともにプレゼントを忍ばせたなどの伝説的な逸話がある人物です。ちなみに現在はハッキング技術を使って技術的な支援を行うホワイトハッカーになっています。
その彼はこのような発言をしています。攻撃者は一番弱いところを狙って攻撃してくる。私の経験上、人の要素が一番弱いことが多い。つまりソーシャルエンジニアリング、人間が一番弱くて狙って攻撃がしやすいということですね。あとは補足になりますが、攻撃者がソーシャルエンジニアリングを好む理由をお話ししておきたいと思います。ソーシャルエンジニアリングを好む理由は、人間を騙す方が簡単だからという理由と、もう一つあります。それは捕まるリスクが低いというメリットがあることです。コンピューターを狙って攻撃をすると、そのコンピューターはどういう操作がありましたとか、どういう通信がありましたという情報を記録します。その記録から攻撃者が特定されて捕まるリスクがあります。しかしソーシャルエンジニアリングの場合は相手が人間です。人間の記録は曖昧で、しっかり覚えることができません。その結果、捕まるリスクを下げることができるのです。以上、今回はソーシャルエンジニアリングについて一緒に勉強しました。最後に復習をしましょう。今回の問題はこちらです。 IT パスポート令和4年の問91、ソーシャルエンジニアリングに該当する行為の例はどれかという問題でした。正解は E ですね。肩越しに盗み見して入手したパスワードを利用し、他人になりすましてシステムを不正に利用する、この攻撃の名前、皆さん覚えていますか？この攻撃の名前はショルダーハッキングでしたね。それ以外の間違い選択肢もさらっと見ておきましょう。あらゆる文字の組み合わせを総当たりで機械的に入力することによってパスワードを見つけ出す。これはブルートフォース攻撃、総当たり攻撃の説明です。例えば数字4桁のパスワードを探そうとするときに、総当たりで0000から9999までの組み合わせを全て試す方法がブルートフォース攻撃です。もちろん手作業で行うのではなく、専用のツールを使って行われることがほとんどです。なので短時間で解析をすることができます。例えば大文字小文字の区別のない英字8文字を解析する時間は約22分と言われていたりします。8文字のパスワード、皆さんよく使っていたりしますよね。8文字でこのようなパスワードの場合は、ブルートフォース攻撃によって30分もかからずに解析されてしまうかもしれないということなんです。怖いですよね。次は標的のサーバーに大量のリクエストを送りつけて過負荷状態にすることによってサービスの提供を妨げる。これはドス攻撃の説明です。ドス攻撃の一例として有名なのは F5 アタックですね。キーボードの F5 を押すとウェブページの再読み込みが行われます。なので F5 を連打するとウェブサーバーに対して何度も何度も要求を送ることができます。ウェブサーバーはあまりに大量の要求が届いてしまうと、処理がしきれなくなってサービスを提供することができなくなります。最後はプログラムで確保している記憶領域よりも長いデータを入力することによってバッファーを溢れさせ、不正にプログラムを実行させる。これはバッファーオーバーフロー攻撃の説明です。ここでのバッファーというのはデータを一時的に記録しておくための保存領域のことを言います。その領域をオーバー、つまり溢れさせる攻撃ということですね。イメージとしてはアカウントを作るときに名前を入力することがありますよね。この欄は多くても10文字程度で想定して作られているのですが、この名前の欄に例えば何千文字もの情報を入力することで、記憶領域であるバッファを溢れさせて不正な動きをさせる攻撃がバッファオーバーフロー攻撃です。いろんな攻撃があって興味深い反面、少し怖かったりもしますよね。以上、間違い選択肢も一緒に確認しておきました。それでは最後まで今日もご視聴いただきありがとうございます。これからも IT パスポートを通してもっと IT を好きになってもらえるように動画作成頑張ります。2023年中に登録者数5万人を目指して頑張っているので、もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンで応援していただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。